こんにちは、生です。パワープルアプリやっていきます。今回は、コツつぶしの解説サクセスショートバージョンですね、やりたいと思います。デイリー、先駆け、まつりちゃん、オーダー、佐伯、そうちゃんと。で、今回に関しては、試合まで行きません。おそらく7月1週ぐらいまでのサクセスを、皆さんに、まあ、コツつぶしの解説、まあ、実践サクセス編と。して出せればいいかなと思っています。で、招き猫とお守りはちゃんと持ってきてます。では行きましょう。で、今回はですね、前回少し前か、コツつぶしをこういろいろとエビルではした方がいいですよという動画を出しました。その時に、まあ、好評であれば、もしくは需要があれば、サクセスしながらの動画も出せたらいいかなと思ってますという話をしましたと。で、その時にある程度ご反響いただいたようだったので、じゃあ、簡単にですがやってみましょうということで今やってます。で、やりながら解説つけているので、ちょっとサクセスがスローになるかもしれませんが、多分、かかっても20分ぐらいだとは思うので、ぜひぜひ見ていっていただければいいかなという感じです。で、序盤の動きは、まあ、正直、いつものエビルと変わらないとは思います。休んでいいかな、これ。祭りもいないし。固定も。まあ、これ知ってもいいけどね。筋力だし。今回は祭りちゃん入れてる関係で筋力結構厳しいんですよね。佐伯しか筋力くれる。こう、バランスにはならないので、まあ、そこは結構厳しいかなという感じはします。ただ、まつりちゃんを入れてる関係上、チームメイト評価がいきなり10上がったりするので、タックフィニッシュをね、決めやすいのかなという感じはしています。うん、さすがに走るね。祭りって自己紹介後なのこれ。あ、いるわ。ちゃんといるわ。え、これは後ろでいいですね。さすがに。まあ、間に合うやろ。で、ここは上でチームメイト評価を取りましょう。はやは。で、先駆けに関しては、総力依存で、総力依存で、打開がもらえる可能性があるんでね。総力は早めに上げといた方がいいかなという感じはしますね。まつりちゃんいねえか。これ、タックフィニッシュ決められるかな？よし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 。で、そいつら走りましたね。これ肩は吸い出しますか？さすがに強い。祭りとオーダー重なってるんで。評価いくかな？いいやついらない気がしますけどね。ナイス。で、今みたいなやつですよね。今みたいな大打骨もらえましたみたいな。で、こういうシナリオでもらえるやつは、シナリオとかイベントでもらえるやつは一応待つんですけど、こういうのとか、あとは、悪球打ち、ヘッドスライディング。で、今回は筋力きついので、筋力系のフォーム突入とかは潰さないっていう形にします。で、ムード丸とか、プレッシャーラン。気分ギャ。気分ギャは結構、まあ、人によりけりですね。潰す人、潰さない人。ちょっと気分ギャ置いとこうか。で、盗塁アシストを取ると。まあ、この辺がまず安骨とされてるやつですね。この辺をまず取りましょうという話と、あとはさっきリベンジとかを骨1でもらっていて、これも、まあ、盆栽かセンス丸なのか、あとはどういうポイントバランスをデッキで組んでいるのかで取るか取らないかは変わってくると思います。今回は取るようにします。お、いいね。レイリー早めに上げないと走塁がなかなかきついな。ああ、いいですね。だいたい定番なやつ安定。
うん、これモテモテ一応狙っときましょうか。失敗してない。失敗してそうに見える。あーで、タクフィニッシュ入ってくれましたね。で、こういうのが大事になってくるっていう話で、で、コツつぶしなんですけど、まあ、森川のコツ見ると、悪球打ち、そしてチャンス、走塁、内野安打、満塁男という、こういう5個の種類のコツがありますと。で、悪球打ちはさっき潰したのでいいんですけど、チャンス、走塁、内野安打、満塁男、ここから潰せそうなやつと、あとはポイント過剰 しやすそうなやつは取っていった方がいいのかなと。いう感じで、今回あえて松井さん連れてきたのが、敏捷点をたくさん入るように仕向けたんですよ。で、そのおかげもあるので、内野安打は多分潰してもそんなに影響ないんじゃないかなというところと、一応、イヌキの方もちゃんと見て、野手コツがあるかないかはしっかりと判断はしておく必要がありますね。で、そうすると、ここでチャンス、走塁、あとは満塁男、多分3つもらえるんじゃないか、森川に当たれば。森川に当たらなかったですね。当たれば一応3つコツがもらえる形にはなるので、まあ、そういったところでしっかりとやっていきたいですねって話と、松井さんが余裕で間に合いましたと。で、安定取りましょう。さっきもらってますけどね、体力回復するんでこっちだと。打撃1人か。レイリー上げちゃいたいですね、サクッと。走塁も行きたいし。っていう感じなのか、まあもう一ターン待つのか。ここ一人だしな。まあ最近、いいか、これ取っちゃおう。まあ、コツつぶしっていうのは簡単に言えば今のに全てが凝縮されてます。自分のデッキバランスとか、まああとは持っているコツとか、そういうのを見ながら、まあやっていくというのが大事ですね。で、そうちゃん走ったので守備は上げたいです。まあこういう誰が走ったから、どの、こう依存のところを上げて、どれくらい上げてとか、そういう攻めぎ合いは毎度毎度あります。で、50体力か。うん。まあ、そうですね。守備でもいいんだけどな。ちょっとここは、レイリーの評価を優先しましょう。で、今、練習をいろいろ踏んで、ああ、割とこう、筋力点が稼げているなとか、もうそういう風に、こう、いろんなポイントバランスって、やっているサクセス前に変わったりするんですよ。なんで、こうなってくると、じゃあ、この辺は2つ取っちゃうかという風に変更していったりもできます。まあ、そういう臨機応変に動くということが大事なんじゃないのかなというところと、これは安易に行くと、あ、まあ、SG あるのか。ただ、名挙別にいらんっていう話だ。ここは一回デートにします。うまく伝わってるといいけど。うまく伝わってるといいですが、皆さんに。で、セクイチャはこれで終わりですね。うん、結構出てますね。タックフィニッシュ決めたこれ。はい、ありがとう。ダンジョンのテーマ欲しいな。そして肩いったな。なるほど。まあ肩いきますけど、これはでさっきと同じですね。もろいの走塁流し内野安打チャンスメーカー逆境意外性で浦賀のチャンスロボヒ守備職人帳尻合わせ、この辺はしっかりと見て、まあ今押さえておくべきコツは特にないなと。あとは、プレッシャーランとかもね、裏に隠れてたりする可能性もあるので、その辺はしっかり見ていきましょうか。今、流し打ちと逆境が入りましたね、と。で、あー、それいけんかったか。うん、ダンジョンを抑えたいので、さすがにこれはいきましょう。で、さっきの二人固定と違って、一人固定の時は、レベル2のコツが基本的に2つもらえる形になるので、できれば、こう、大きくポイントを消費するところに当てれると得しますというところですね。まあ、走塁でいいんだけどね。で、今、佐伯がコツくれてるんですけど、さっき逆境とかをもらったじゃないですか。で、逆境とかをもらってどうするかっていうのは一回考えた方がいいんですよ。で、今回は、そのメンタルが入るキャラを、精神ポイントが入るキャラを入れてないので、まあそのままでいいかという感じの判断になりますね。ダンジョンいけんの？
肩行きましょうか。で、先駆けのところが来たので、まあ、先駆けって対左投手を当然もらいたいんですよ。ここ20で取ると大体なんですけど、190、ここ200点ですね。200点の、お、すげえポイント消費するんだ。120、150。150の200点なんで350点消費するわけですよ。これが 60% オフとかになると、もうほぼほぼ200点以上クラスになるので、まあお得ですよね。なので、まあそういうところを行きたいっていうのもあって、内野安打行ったりとか、あとはもう一つ、本塁生還ですね。ここをしっかりと押さえておくことで、よりこう狙いやすくするというのも大事ですと。で、今回はその技術くれるキャラを2人入れているので、まあそんなにこう、目くじら立てずに、対比で行け行けってことではないんですけど、まあ行っといたら後で楽になりますと、20丸取れるようになるんで。で、これメンタルにする？もうさっさと正直、落っことしていきたいっていう感じにするのか、これももう一回デートにしましょうかね。うん、メンタルのタックフィニッシュ入る可能性あるので。で、そうちゃんが完走しました。はい、成功。こういう時は成功。困ったなと。メンタル勝手に行ってくれていいな。うん、ここがまあいいかな。で、レイリー走りましたねと。で、レイリーも走ったので、ここでまたミートカーソルを上げようという風な流れになっていきますね。今、どっち？精神？筋力か。あ、精神入りましたね。で、大事になってくるのが、じゃあ今、精神で200点入りますと。で、レイリーなのでコツが3つもらえますという話になります。で、そうすると、さっきもらった流し打ちのレベル1コツ、そして本塁生還を抑えていて、で、守備職人とかも、こんだけ技術が尖ったら、もう取っていいかなっていう判断になるんですよね。チャンスメーカー。守備職人。で、ポイントバランスをしっかりと整えていきましょうというところです。はい、行きましょう。で、今回はとにかく精神と筋力が足りなくなるので、まあ、そこをね、なんとかこう、補いつつ前に進めるといいなという感じです。スイープゲットです。なあ、コツくんね。で、ダンジョンはここでいけると。で、レイリーが走っているので、ミートカーソルを上げましょう。まあ、ここ上げると、もう本当に、あ、やっぱり精神足りないなって、こう浮かび上がってくるので、精神は気をつけながら行きたいという話ですね。わー、うまいな。ただ、ここはさすがに、フィニッシュしているので、まあ行きましょう。で、マグロがパワヒ、競争心、そして初級。で、もし、ナギちゃんに当たると、ランダムコツっていう感じですね。で、パワーヒアレベル1しかもらってないので、そのままでいいでしょう、という判断になります。ありがとう。中吉ありがてえな。二人か。ああ、ここは三人踏んじゃった方がいいですね。敏将すごい入ってくるけど。で、まあ、走塁を抑えているのと、あとは、キャッチャー丸が、そうちゃんからもらえるので、ここで、しっかりとサブポジをつけておきましょう。うん、メンタルが足んないね。とにかく。まあ、これは、音見入れたりとか、もう一人メンタルキャラ入れたりとか、まあ、いろんなところでバランスが取っていけることにはなると思います。精神力。まあ、このイベントの選択もそうですね。まあ、しっかりとそういったことを加味した上で、立ち回っていくのが大事かな、という感じです。で、ついでに、今、ちょうどこう、極端なバランスをするようなデッキを組んでいるので、あえて。なので、こういう時に、じゃあどこで精神って取っていけるのかな、とか、考えると、やっぱりこういうイベント関係になるんですよ。さっきの先駆けのところもそうですし、まあ、こういうところでね、しっかりとイベントを経験点として精神を
張らせていくのが大事なので、そこは意識していきましょうというところですね。なので一人とかの練習だったらもうフル無視してデートバンバン行きます。前で走ってほしいな。うん、ありがたいですよね。48で、こういうイベントも上行ってしっかりと精神を取っていきましょうと。まあこれはさよならももらえるんで普通にうまいイベントです。2人、まあいらんですね別に。もう一丁デート行きましょう。で、まあこういう感じでしっかりとこうポイントのね、どこが足りててどこが足りないかっていうのは浮き彫りになってくるので、やればやるほど。なので、まあ本当にこう自分のデッキ、まあ組んだデッキをやり込んだりとか、あとは、体力回復ね。あとはまあどういうコツを取っていけばいいのかっていうのは、まあサクセスをやりながら分かってくることなんじゃないかなというふうに思います。5000点はかなり出てますね。デートもう終わってるんでね、肩行きましょうか。金額で結局今このデッキ、まあこのエビルサクセスだと、まあしんどいのが、まあ敏将にはどうせなるので、まあ敏将のところは結構意識をしつつやっていきたいですねと。で敏将点は確かに、まあ暁だったりうんぬんだったり、ちょっと失礼します、まあいろんなところで入ってくるので、そんなに心配はしなくてもいいんですけど、やっぱりまあそこを意識しつつも筋力、まあ最近のこれですよね。最近の緑のところをしっかり踏んでいくのは大事なのかなという感じはしています。ありがてえ。うん。技術は結構入れられましたね。一人は行く気が。ああ、まあ、どうしましょうかね。まあ、これポイントバランス絶対崩すんですよね。って考えると、やっぱりこう、おいそれといけないわけですよ。まあ、前の黒聖雷デッキとかがね、かなり顕著ですけど、まあ、紫3人とかになるので、まあ、そういうところは考えなきゃいけないんですよね、結局。空気読もう。うん。で、まあ待ってればこういう風に3人来たりもするので、まあ美味しいなっていう話と、ソウル用のコツが潰れているので、これはワンチャンスいい感じになれますね。くそ、左くれなかったな。で、今回は、大田くんにしときましょう。まあ精神入れられますからね。精神とあと窮地。おーい。まあ、これは普通に休んでいい。休むついでに、派兵楽使いたいけど、そろそろ。ゲイ。でも補給101は多分このデッキだとかなり厳しいというか無理だとは思います。かなりありがてえ。おー、すげえ固定、すげえやん。固定すごすぎるんだわ。ありがとう。で、違う。さざやき破り、精神ですね、とにかく。あは、引かんね。鈴木行ってもいいけど。ああ、まあ、もったいないですね。まだ終わってないですからね、そこは。なんで、守備を吸い出します。まあ、守備はタックフィニッシュ多分来ると思うので、そんなに心配しなくても。肩はフィニッシュしましょうか。で、五十嵐が逆境と連打をくれますと、で、逆境に関してはまだレベル1で精神はきついので、これは取らない判断で普通に。ちょっと守備のタックフィニッシュ皆さんに最後お見せして終わりたいですね。で、逆境と連打が狙い通り入ってきましたねと。これでレベル2になるので、まあ、こんなだったら取ってもいいかなという感じにはなってますね。なかなかいけないなと。
そろそろ危険はある。あと、ここ行くとパワーヒーがもらえたりするので、あとはタックフィニッシュの回数もね、まだまだ怪しいので。お、いけましたね。あー、いけてね。いけるいける詐欺だな。で、ここパワーヒーがもらえるので、普通に行っていいでしょうと。太平楽とあと SG もあるので、まあ多分、まあまあまあ光ってくれれば大丈夫って感じですか。おーい、守備活かしてくれ。ここはここに行きましょうか。まあ、こっちで暁で狙ってもいいんですけど、今、しどれみがここにいるんですよね。まあ、体力具合もそうですし、あとは、アベレージヒッターと打球伸び、この辺がもらえる可能性があるので、多分しどれみに行った方が、恩恵は大きいかなという感じの判断です。おーい、守備活かしてくれ、マジで。で、ここは、ゆかり様でいいでしょう。で、マネージャー踏めば、ランダムのね、コツが2つもらえるので、相当それは大きいと思います。で、技術は入るので、今回は捨てていきましょう。捨てる。で、まあ僕の持論なんですけど、体力が少ないほど光るっていう。おーい。いや、これはちょっともったいなかったですね。これ多分なくなるんで、普通に踏みに行く感じでいいと思います。まあ、コツ潰しってこんな感じで進めていけば、まず間違いないかなというところと、あとは本当に流れ。まあ、いろんな流れでどうこうっていう風に決まるので、まあ、今んとこは、それくらいに留めておこうかなと。もっと詳しくこう、解説するような動画も出したいとは思ってます。その辺はね、まあ、千丸でやってもいいのかなというところと、まあ、いろんなこう見せ方もあるので、まあ、その辺を考えつつ、またやれればいいかなという感じです。これは一応300本でしょう。で、動画時間ももう普通に丁寧に喋ったので20分以上になってるので、まあ、セク4までやるつもりだったんですけど、まあ、この辺で終わろうかなという感じです。いかがでしたでしょうか。まあ本当にこう流れだけ話すとそういう感じです。で、あとはその、徳の一個一個のね、取るべきコツ取らない方がいい、というコツっていうことの話も前回の動画でさせていただいていて、まあその辺の話もあるので、まあこう、盆栽で、ちょっとガチ育成みたいなのをやりながら、そんな動画を出せたらいいかなと思ってます。なんかこういう、なんでしょう、ノウハウ系は皆さんに、こう、何か学んでいただくところとか、参考になるところがあるのかなと思っているので、今後も続けられたらいいかなと思ってます。ぜひぜひ、その辺は、高評価とコメントで、いろいろと皆さんとまたご意見、交換させていただければ嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ、皆様のチャンネル登録、高評価をお待ちしております。また、Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また、次の動画でお会いいたしましょう。